体は大人、頭脳は小学生。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、イベント報酬のね、重装武者弁慶さん、こちら皆さんご存知でしょうか。このモンスターね、非常にアホな性能をしておりまして、このカードは通常の攻撃に加えて、このカードに装備された装備カードの数だけ一度のバトルフェーズ中に攻撃をすることができるという効果を、持っているわけですよ。で、弁慶さん、前ね、ジェスター、コンフィじゃなくて、ジェスタークイーンだっけな、ジェスターのね、これだね、これも同じような効果を持ってるんですけども、要するに、なんかめっちゃいっぱい装備つけると、めちゃくちゃいっぱい攻撃できるんですよ。なんで、今日はですね、ちょデッキレシピ見てください、これ。小学生が考えたのかなっていう。アホみたいな、究極のバカみたいな。デッキなんですけれども、これで今日はデュエルをしていきたい。何をしていくかっていうと、弁慶さんに無限に装備カードを、つけてぶん殴っていくっていう、そういうデッキですね。で、スキルは根性にしてまして、はい、これから根性で、相手の、まあ、攻撃をね、耐えまして先行マジでやることないんですよ、このデッキマジで。なんで耐えまして、で弁慶さん3枚入れとくと、高校だとね 60% くらいの確率で来てくれるんですね。で、相手のバックは局所で吹き飛ばしまして、あとはひたすら、装備カードをつけてぶん殴っていくと、ね、その3連打とかを結構できるんで、簡単に。でしかもね、ガーディアンの力と魔導士の力とかつければ簡単に4000とか4500とかだっていきますんで、ちなみに魔導士の力を3枚つけた場合、1500、1500、1500アップしますんで、4500攻撃力が上がりまして、5000で3連打とかできます。はい、強すぎますね。っていうバカみたいなデッキです。はい、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。デュエルは早いぞ今回は。さあお相手の方、海馬社長ですね。青眼か、まあ進化したって青眼で、青眼は多分ねほとんどワンキルしてこないんですよ。3体並べないとね、多分ね青眼ってワンキルできないんで、意外とね青眼は耐える。相性はいいんじゃないかな。局所的ハリケーンがないとバックきついけど、あ強い、あそれは強いな。なるほど、ちょ調和だけやめてもらっていいですか。なんだろう、調和の放殺で太鼓を切ってツードローするのやめてもらっていいですかね。あ精霊流はいいですよ、はい全然いいです。精霊流のね3000とかいう打点はね余裕で超えれるんで、あいオッケー、バックライ、お前か、構えてんなあいつ、ワンキルしないのは甘いですよ。ワンキル次第は強っ、ワンキル次第は甘え。ブイケ召喚、はい、はい、ガーディアン、ガーディアンつける、はいはい、で、魔導士つける、はい、はいいくつなんだこれ。ほら変身しろよ、ほら変身してみろバカが、バカアイズのバカ霊竜が変身して、で特殊召喚して、はいはいはい、おらおらっ、強すぎて強すぎて、草なんだこの最強デッキは。いや頭悪すぎるわこのデッキマジで、なんか竜実況チャンネルって感じのデッキだよね。ど素人の俺さっきから笑ってしかねえわ。でもしかも負けるとき一瞬で負けるし、めちゃくちゃいいこのデッキ。負けるときは一瞬で負けるし、勝つとき一瞬で勝てるから時間ない人におすすめ。あいやめっちゃ手がいるな相変わらずね、まあ、新あの制限になってもね、相変わらず強いですからね、この2000のルールを入れていくと、まあ、結構強いという。ああ、バック2枚強いじゃん。やるねえ、まあ。挨拶できないやつはクズって何回も言ってるよな、ハイパー。強っ。挨拶できないやつはクズって何回も言ってるよな。あおい。来てんのか、ハイパー。おい。これやばいだろ、これ。やってることやばすぎるだろ。小学生でもこだわり考えないぞ。はい、はい、でこれいくつ ?3000、あ3000だけ、はい殴れる、はい、おらおらぶち殴れ、おらおら
スタープラチナ。挨拶できないやつはね、もう一回小学生からやりましょうか。今過去のビジョン、今回ちょっと言いたいことがありまして、断っておかないといけないことがありましてですね、多分なんですけど動画の時間が異常に短くなってると思います。なんでやっていうと、1デュエルマジで1分半とかしかかかんないんですよ。なんでマジで短くなってると思う、動画の時間。これはご容赦いただきたい。はい、おはようございます。おはようございます。サイバーかな、デッキわかんねえけどいいや。お前のデッキなんだか知らねえけど、でガーディアンの力、はいはい、ガーディアンの力、はい、ガーディアンの力、ガーディアンの力、これ2枚あっても弱えんだな。打点1500しかあってねえわ。さあ、はい、2500パンチ、2500パンチでガーディアンの力から2回発動し、1000ポイント打点アップしてく。もう1回ぶん殴るとまた1000上がる。ガチか最強じゃね、ガチか最強だわ。ひらがなでガチか最強って書いてる。やばすぎこのデッキ。これがディメルリンクスですね。はい、さあお相手の方、とんがりコーン VS とんがりコーン。これが俺の根性根性。なんだこれ。まさか高速ターンエンド、これ高速ターンエンドすると相手が、あ、俺先行かと勘違いして殴ってこないっていうね、ことあるんで、やべえ。やばい、うっそ、やばいやばいやばい、バカだ。俺と同じことを考えてるやつがいるとは。なんだこの小学生対決4000、やばいって、助けて、うえ、根性発動、いてー。なんやこのゲーム。